どうも、ゆるいち渡辺です。本日はですね、ミッドナイト本厚木の方に遊びに来ております。で、今日のお相手はなんとジュニアのダブルスアジアチャンピオン そうですね谷美奈ちゃんです。よろしくお願いします。はい。で、しかも中学生、中学3年生で、次高校生、そうです、4月からね、ということで、中学生までのビリヤードの大会でも日本一になってくるという、日本一の中学生次世代のね、ニュースターになると思うんでね。 YouTube は初めてだから、こういうトークはちょっと初めてですね。実況入れる時にミナちゃんのこといろいろお話聞けるんで、皆さんもそちらでね、ミナちゃんどんな感じの人なのかっていうのを分かってもらえると思います。はい、というわけで今日一日よろしくお願いします。はい、というわけで実況入りはよろしくお願いします。ちなみに、はい、みなちゃんは B クラスですよね。あ、そうですね、はい、僕はね、試合とかで見てても、もうね、 B のかなり上の方だとは思ってるんですけど。本当ですか？いやいや、うまいですよ。もう、早速見ていきましょう。やっぱ楽が立たない。うん。楽がうまくいかないって言ってたんですけど。そうですね、昔からあんまりこの台は楽がちょっと立たない、ガチッとは立たないっていう感じなんですね。おお、入れましたね。すごいですね。そう、女流級生、はい、B 級突破おめでとうございます。 ありがとうございます。女流 A 級がちょっと延期になるので、そうですね、日にちがちょっと確定しないんですが、うんうん、はい、ぜひ頑張っていただきたい。ありがとうございます。頑張ります。これ選択がセーフティー選択するんですけど、直手の方からね。そうですね、4番の、うん、私がいる位置から見て左側ですね、はい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 、当てて手玉を5と6で隠すみたいな。あ、手玉を、まあ、うまくいけば5番にくっつけばぐらいな感じですかね、はい、そんなイメージだったんですけどね。ねえねえってそうなんですよ。この後ね、渡辺がスーパーショットするんで見てください、これ恥ずかしいって言ってます。いや、もう私もこんなことばっかです。中学校で、はい、ビリヤードをやる友達とかいるんですか？いないです。いないんだ。で、友達にビリヤード誘ったりしないんですか？うん、しないですね。そんな、あ、そうなんだ。友達同士で、はい、あ、行ってきたよみたいな LINE はたまに、まあ、来たりもしないんですけど。あ、友達はビリヤードで結構みなちゃんがね、世界大会じゃないけどそういうの出てるっていうのは知ってるんですね。アジア選手権とか。うん、あ、じゃあ、ですね、未来モンスターだね。いやいやいや、私は全然あ、これ変な出方しちゃったんだっけ。逆振りになっちゃったんですよね。ああ、それでまあ7に当てざるを得なくなったんですね。当て方をちょっとここで考えたんですけど。そうだそうだ、イメージとしてはちょっと押す感じで、かする感じで、うん、まあ薄く当たって、これはイメージ通り、イメージ通り、まあ素晴らしい。うん、これは軽く逆入れですかね。入れたかったんですけど、あ、意外と入んなかった。なぜか押しだけ、なんでですか。うん、問題ないですね、さすが。もうなんか、もう入れポン入れポン、いやいや、もうね、そのアベレージがね、高いからね、ここからしてみればね、すごいんですけどね。うん、でもね、取り出しはなんとか、なんとかギリ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 あるのかな、うん、これバタでちょっと逆入れて、うん、あ、逆入れて殺すんですね。で、殺したかったんですけど、うん、どうだ、イレイチですね。あ、でも、ラッキー超ラッキーですね。超ラッキーですね、これ。やっぱあれですか、撮影されるってなると普段と緊張感はまた違ったりしますか？
私がなんかこういうのもどうかとは思うんですけど、うん、試合でもまああまり緊張しないんですね。あ、そうなんですね。でもこう焦っちゃったりとか、こう変な考えを持ってしまったりして、うん、したりすることはよくあるんですけど、ショットクロックの時とかチェスクロックの時とかがある場合は自分の時間がもうないみたいな。あ、なるほどなるほど。でもね、ショットクロックある試合でね、公式戦で3連マスをしたというね。たまたまです。いや、もう僕はその伝説のね、なかなか B クラスでね、3連マス普通に公式戦出す方はね、いないんでね。すごいですね。さあ、まあ、ここまで来ると、いや、でもよく入れるんですよ、ちょっと引いた。ちょっと引いた感じですかね。ああいうね、ショットを決めれるかっていうのは、本当に試合で、ね、勝ち負けにすごい関わるんでね、ああいうショットはね。3問問題ないですね。素晴らしい。まあ、座り。B クロスで、僕のチャンネル出てる方って6、まあ、6人ぐらいいらっしゃるんですけど、2人目ですね、まさに。おめでとうございます。ピースしてます。まあ、当たり前でしょうけど、よく出すんでしょうけど、まあ、動画の中でね、よく出せたんで、ちょっと安心かなと。いただきますね。今次なんか目標にしてることとかってあるんですか？目標ですか？そうだな。まあ、直近あれですか？B クラスの公式戦で、まあ、やっぱり勝つこととか。そうですね。のこと言っていいのかわかんないですけど、なんか自分が思った通りに出せて、こう優勝できたらいいなみたいな夢みたいな感じなんですけど。自分の実力がちゃんと出せた上で。そうですね、優勝もついてき、はい、結果もついてくればと思うんですね。はい、まあ、渡辺、これあれですね、1番を入れられるかどうかっていうのを考えて無理だなってなって、俺9番を入れちゃうかみたいなことを考え出すんですか。まさかのフロックすいませんみたいな全然違う入り方しましたっていうのはね。ビリヤードいつから始められたんですか？ビリヤードはいつからっていうのはちょっと私もよくわかんないんですけど、もう気づいた頃にはやってた。こうなんかこう2歳の時になんか遊んだり、こう触ったりはしてたんですけど、ちょっとちゃんとなんか練習とかしだしたのが小学5年生ぐらい、で週5とかこうなんか練習しだしたのが、中学1年生ぐらいだと思います。あ、そうなん、中学1年生から本格的にやっていこうかなみたいな感じで。はい、そうですね。お父さんがね、ミッドナイト本厚木のオーナーさんということなんで、はい、まあ、家みたいなもんですよね、ビリヤード場が。まあ、そんな感じでね、練習環境はもう上手い方もね、ミッドナイトは多いですからね。渡辺が入れますが、入れ位置ね、入れ位置。もうジャンプします。でカーブするかジャンプするかみたいなところだったんですけど、5番がそこなのでジャンプしますということで、はい、ファールしました。でかすりもしなかったですね。これがね、思ったより出ちゃったっすよね。そうですね、私もうこんなにこんな早かったっけみたいなねえ、これよく入れましたね。これはなんでだろう。たまたま入りました。引きでいくんですか、これ。どっちか。バチンって。うん、弾くのかな。難しくて。この時はサイドに出そうと思って。はいはいはい。でも引きが入りすぎちゃった。なるほど。ですね。はい、これはもう入れ重視ですね。ここまで来たらまずは。うん。いやー、素晴らしい、ナイスです。まあ、あとは問題ないですかね。問題ないように見えるのですか。ですが前振りがありました。ですが、これ、ね、なんかもうダメですちょっと気持ち悪いね、9番ですね。これはちょっと練習しないと。いや、これはもうね、先に恥ずかしがってましたからね、めちゃくちゃね、飛ばしますけど、はい。何しちょるって感じですけどね。というわけで渡辺が、まあ、これバンク狙うんですが、これはみんなちゃんだったら大丈夫。
自信あったんですけどね。自信あったんですけどね。そして太い。で、ね、でもこれカーブかかっちゃうから絶対難しいんだけど、カット。これサイズになったわけじゃないですからね。コーナーになってます。はい。というわけでまあこれはほぼ OK みたいな感じで、はい、ほぼ OK ですね。というわけで、3-1になりました。練習今最近はどのぐらい練習されてるんですか？学校終わってから。学校終わってから。うん、3時間、1日3時間とかですか？3時間、まあ普通の日だったら3、うん、4時間ぐらいですかね。それぐらいしか練習できてないです、ね。いやいや、それぐらい、それ十分すごいですけどね。ああ、そうなんですね。さあ、これ3番、8番がね、普通に当たれば入りそうなところがあるんで。死んでましたね。そうですね。ねえ、これがちょっと、誰出てくんなかったですね。あまりちょっと自分でイメージつかないのがついちゃったかもしれない。反省点ですね。反省してさすが、さすがアジアダブルスチャンピオン。あ、そう、アジアダブルスチャンピオンっていう、奥田さんと組んでということだったんですけど、うん、そうですか。ウィニングショットでしたよね、確か。ですか、ウィニングショット。え、チャンピオンを決める最後のショット。あ、そうですね。そうですね。はい。でもやっぱりさっき言ってたように、緊張はそんなに、その時はさすがに緊張するでしょ、上に。緊張するっていうより、なんかちょっと不安で、これ大丈夫かな、入るかな、はいはい、っていうのはありました。いやでもね、これ決めたらアジアチャンピオンだっていう風に思っちゃう人はね、多分ダメなんでしょうね。これ決めたらって。それは思わなかったですか？思いました。あ、思っちゃうじゃん。大丈夫かなって思いながら何回もこう厚み見て。さあ、まあその間に、うん、いいですね。ちょっと暑いですかこれ？大丈夫かな？まあまあ大丈夫かって感じですね。で、土手に出しちゃうんですかね。土手に出ました。ちょい振りの土手。強いですね。強い。というわけで、まあ 4-1 でね、勝負出ました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ 4-1 で、まあ全然僕も何も入んなかったですけど、みなさんはどうでした、今日の調子は？それだけ今日もヘッポコでしたね。ヘッポコでした。頑張ります。今日撮影協力していただいたミッドナイト本厚木店から告知がございますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、毎月の第1週、あ、皆さんじゃあやらせてもらいます。第1週に、BC マンスリーで、第5週に ABC マンスリーがあります。あと毎週水曜日に、ウィークリーをやってるので、皆さん来てください。 ABC の方が、第4週がナインボールで、第5週が、テンボールになってます。よかったら来てください。わかりました。はい、まあね、大体 BC とか、ABC には出てらっしゃる、みなちゃん、はい、出てます。出てるそうです。みなちゃんと対戦してる、ぜひミッドナイトにぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございました。